ネイマール選手が、実際に試合中使ってた技なんですけど、はい、どうもこんにちは、RWストリブ塾のカメラです。今回なんですけど、ドリブルするときに、相手の、右側を抜く技、左側を抜く技、もしくは相手の股を抜く技、いろいろあると思うんですけど、今回は相手の頭の上を越すような技を紹介していきたいと思います。今から3つほど相手の頭を越す技を紹介していきたいと思うんですけど、全て自分が止まった状態からやる技なので、例えば試合の中でサイド、ライン際とかでボールを持った時に、自分が止まった状態、相手も止まった状態で使う技を紹介していきたいと思います。で、この動画の最後にも、リフティングの宿題ありますので、ぜひ最後まで、ご視聴ください。で、実際に早速やっていきたいと思うんですけど、1つ目の技は、ネイマール選手が、実際に試合中使ってた技なんですけど、早速やっていきたいと思います。1つ目の技なんですけど、相手と正面で対峙した時に、自分は横向きになってこのように足の裏で、ボールを持ちます。で、利き足の足の裏で自分の体の方向に引いて、自分の逆足ですね、軸足でボールを浮かします。で、コツとしては、この上げる時になるべく高く上げすぎないで、自分のアウトサイドで蹴りやすいような高さにボールを上げて上げて、そこからアウトサイドでなるべく姿勢を崩さずに蹴り上げる。では、2つ目の技、やっていきたいと思います。で、今の技なんですけど、実際に試合で使っている選手を僕は見たことがないんですけど、これも1つ目の技と同じで、止まった状態から、やってください。で、やり方なんですけど、自分の利き足の小指の前に、ボールを置いて、小指からボールをすくい上げて、最後はアウトサイドで振り上げるという感じですね。で、この技なんですけど、ボールを完全に止まった状態からやってもできますし、ボールをこのように引いて上げることもできるので、どちらも、チャレンジして、試合で使ってみてください。で、3つ目の技なんですけど、結構難易度高いんですけど、実際に1回やってみます。はい、で、今見ていただいた、3つ目の技なんですけど、ニーアッカーと言われる技で、まず足の裏でボールを持ってアウトサイドで上げます。で、このアウトサイドで上げたボールを膝の外側で1回弾いて上げて、最後つま先で相手の頭の上を越すという技です。で、このニーアッカーなんですけど、本当に難易度が高くて、やっぱできる小学生僕は見たことがないので、本当に練習が必要だと思います。でも今見ていただいた3つの、上げ技なんですけど、試合中多くて、1回か2回ぐらい、使えれば本当に十分な技です。で、こういう技をもし、やって抜けなかったとしても、相手のディフェンスにとっては、例えば次、ボールを持った時に、何かしてくるなって思わせることができたり、自分がボールを持った時に、怖い
選手ってやっぱり何をするかわからないっていう選手だと思うので、まあ、こういう上げ技とか、まあ、少し派手な技も、まあ、試合の最初にやって、まあ、相手に、まあ、自分のことを少しでも、まあ、上手いと思わせることも大事だと思うので、まあ、これ結構練習量もかなり必要だと思うんですけど、まあ、試合で、まあ、使ってみてください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。